ここが私が通ってる魔法学院だよ。お兄ちゃん、学院について詳しく聞きたい？それじゃあ中に入ろうか。せめて名前だけでも聞いておくんだったな。ミーシャってば。びっくりした。あら、ルイゼちゃんじゃない。どうしたの？それはこっちのセリフ。呼び止めてるのに走っていっちゃうんだもん。ごめん、気づかなかった。それより聞いて聞いて。さっきね、すっごく素敵な人に会ったの。え？ちょうど角を曲がった時にぶつかっちゃってさ。これって運命の出会いよね。あ、もう一度会いたいな。あのね、ちょっと、いつまで待たせるのよ。あ、ごめんね、すぐ戻るから。ルイゼちゃん、急に大声出さないでよ。なことはどうでもいいの。誰紹介してあげるから、こっち来て。ルイセちゃんの知り合いなんてラッキー。紹介するね、ウォーレスさんとピピ、それからうちのお兄ちゃん。彼女は私の友達で、
お兄様と呼ばせてもらえますか。ルイセちゃん、彼女っていつもこう？否定はできないけど、もうちょっとまともだったような気が。ま、いいけどね。そういえば、ルイセちゃんはお母さんのところで実習してたんじゃなかったの？ちょっと用事でね。用事？何？ねえねえ、アリオストさんって知ってる？アリオスト先輩？さっき研究室の入り口でぶつかったけど。ぶつかった？それじゃあアリオストさんは今研究室にいるの？ううん、なんだか急いでフェザリアの遺跡へ向かったけど。南の？そう、南の遺跡。あれがあれば完成するんだとか興奮してたけど。急げば遺跡の中で会えそうだね。ルイセちゃんたちも行くの？うん、またね、ミーシャ。うん、またね。本当は一緒に行きたいけど今急いでるから。気をつけてね。先生。おお、ルイセ君、どうしたのかね。実は学院長先生を探しに来たんです。わしをか。ならば詳しい話は部屋で聞こう。わしは先に戻っているぞ。なにこれ。これはね、時空の歪みを測定するための装置だよ。エレベーターの上にあるセンサーが捉えた歪みをここで記録しているんだ。時空の歪み？我々の世界は無理やり2つの時空を重ねることで成り立っている。つまり非常に不自然な世界なのだよ。この2つの時空が離れるということは我々にとって死活問題だ。だから観測を怠るわけにはいかないのだよ。もし二つの時空が離れたらどうなるの？元の世界へ戻ることになるだろうな。だが元の世界は太陽が異常をきたしたため死の世界となってしまった。死の世界に帰るってこと？そうなるな。その兆候が起きないか常に監視しておるのだよ。うっしゃー、そんな大切なものだったんだ。おじちゃん頑張ってね。失礼します。はい、何でしょうか。
どうしたのよあんた、鼻の下伸びてるわよ。ブー、少しは慌ててくれると思ったのに。どうした、何ごちゃごちゃ言ってるんだ。あのね、受付の女の人があんまり綺麗だったからちょっと。ほほう、そんなに綺麗なのか。くそ、目が見えりゃな。本当よ、赤くて綺麗なピアスが似合ってて、もうすんごくセクシー。ほほう、もう少し詳しく教えてくれ。ね、ピアスはルビーのティアドロップだよ。で、口紅の色はね。申し訳ありませんが、用がないのでしたらお引き取り願いますか。あの、院長先生はいらっしゃいますか。ええ、今は空いている時間なのでお会いになれると思いますが。南の遺跡に入る許可をいただきたいのですが。かしこまりました、どうぞお通りください。失礼します。おお、来たな。で、わしに用とは何かな。実は南の遺跡に入る許可をいただきたいのです。南の遺跡、最近流行っておるのか。今日はもう一人許可を取りに来たやつがおってな。知っているじゃろ、アリオスト君じゃ。やった、やっぱりそこだったんだ。実はアリオストさんを探してたんだ。え、これは。あ何すんだよ、離せバカエロジジイ。よくできたホームンクルスじゃ。これはやはり。はい、お母さんの策です。サンドラ殿のか、さすがよくできておる。いい加減話せ。思い出すの、彼女がまだ学生だった頃。ティピチャと許可書を出しなさいよ。バカ、さっさと謝れ。いやいや、元気のいい子は好きじゃ。俺、許可書じゃ。すみませんでした、院長先生。よいよい、早くアリオスト君のところへ行ってやりたまえ。はい、失礼します。ひどい目にあったわ。学院長ってどんな人なの。マクスウェル学院長、悪い人じゃないんだけど、ちょっと研究熱心っていうか。なるほどな。で、どんな研究をしているんだ。いろいろ手広く研究してきたみたいだけど、メインはグロー種と通常魔力の差異についてだったかな。不老種ね。ルイセちゃんも研究材料にされないよう注意しなきゃね。え、さっきの私みたく捕まって、あんなことやこんなこと。おまけにそんなことまでされちゃったり。うわぁ、悲惨よね。おい、ルイセ泣きそうになってるぞ。あ、
ごめんルイセちゃん、大丈夫、そんなことないって。それにしてもあんた本当に泣き虫ね。誰だい？あら、ゼノスさん。よう、久しぶりだな。なんだい、やっぱり闘技大会に出場するつもりか？闘技大会？なんだ、知らないのか。闘技大会で優勝できれば、賞品の他に武官として抜擢されることも多いって聞いてな。俺もそれにかけている。受付はこの町でやっているから参加してみちゃどうだい。まあ、もっとも優勝は俺様がいただくだな。優勝の商品って何なの？エキスパートの部は覚えてないが、フレッシュマンの部は確かバーンシュタイン王国にある温泉街コムスプリングスへの旅行券だったな。まあそれよりも俺は士官目当てだから関係ないけどな。ああ、今はいないけどな。どうしたの？薬に使う薬草を取りに南の森へ出かけたよ。ま、この町に来たら遠慮なく寄ってくれ。じゃな。お医者さんは何だって？どうやら歯に毒が塗ってあったらしい。毒自体は珍しいものじゃなく、すでに解毒剤を飲ませたが。できるだけ早く手術しないと、危険な状態だって。カレンさんかわいそう。礼を言うよ。もし君たちがいなければカレンは死んでいたかもしれない。そんな。うん、俺たちがもう少し早く通りかかっていれば
こんなことにはならなかったかもしれん。しかしあの男は何者なんだ。どうして彼女を切ったりしたのか。犯人は王都の西でカレンさんを襲ったあいつだよ。ねえ、何か心当たりはないの？最近あの連中がカレンを狙っていたのは確かだ。だがどう考えても心当たりはない。ゼノスさん。ああ、大丈夫だ。よかったら暇な時にでも見舞いに来てくれないか。うん、また来るよ。ありがとう。どうしたの、ボレスさん。見舞いが必要なのはゼノスの方かもしれないな。妹さんがこんなことになっちゃったんだもんね。ゼノスさんを元気づけるためにもお見舞いに来てあげようね。いらっしゃいませ。商品をお買い求めですか？どの商品をお買い求めですか？いや、欲しいもん。どれが買いたいのかしら。どの商品、おいくつお買い。おいらっしゃ。礼を言うよ。なんだ。ルーシャちゃん、案内してよ。ごめんね、私も入ったのは初めてなの。それじゃあ仕方がないな。本当にごめんね。でも授業で少し習ったから、何かあったら説明くらいはできるかも。うん、期待してる。さあ、アリオストさんを探そう。気がする。
まで来て。このままじゃこっちの命が危ないぞ。アリオストさん。ルイサ君。せっかくここまで来て死なれちまったら元も子もない。助けよう。アリオストさん、今助けるからそれまで頑張って。すまない。忠告がある。この部屋には色の違う床があるだろう。この床が腐っちゃってる部分ですか？腐った床がどうかしたの？そこだけは踏まないことだ。この塔のエネルギーが漏れているらしくて定期的に放電する。放電？下手に巻き込まれるとダメージを受けるからね。
これに振り分けるのね。これでいいの？大丈夫ですか、アリオストさん。助かったよ。ありがとう。よかったな。だがどうしてこんなところへ一人で来たんだ。それはこの奥にあるもののためさ。それって？見た方が早いな。ついてきてくれ。すっごい数の本。何が書いてあるのかな。ねえルセちゃん、読んで。彼らの文字だからね。読むのは至難の業だよ。それにあまり利益はないと思う。なぜなら彼らの本のほとんどは倫理について書かれたものだからね。倫理？嘘をつかないようにしよう、他人に迷惑をかけないようにしよう、生きていく上で必要なルールのことかな。なるほどな。知識が眠る場所という割には簡単に入る許可を出すと思ったぜ。だけど僕の目指すものは書物ではない。こっちだ。うわー、すっごいガラクタ。これじゃない。これも違う。確かここにあったはずなんだが。何を探しているんですか？ああ、僕が空を飛ぶ研究をしているのは知っているね。はい、確か空に浮かぶ糸の実験をしているところを何度か。過去人間を支配していたグローシアンは空飛ぶ塔を思っていた。もともとはフェザリアンから得た技術だそうだけどね。だが彼らが消えたと同時にその空飛ぶ塔も見られなくなったそうだ。でもそれは伝承で正式な記録は残っていなかったはずでは。そうだよ。もし彼らがその技術を残していてくれれば僕の研究も楽だったのにね。それで君は独自に空飛ぶ板を開発したと。ええ、まず僕は小型の浮遊円盤を作りました。だけどこれがとてもじゃないけど実用的じゃなかった。どうして？浮かぶことしかできないんだ。移動するには風の力に頼るしかない。やってみて分かったけど高度によって風の吹く方向がいろいろとあってね。その風に乗れば目的地へはなんとか行けるんだけど。それじゃあダメなの？地上で移動するならそれもいいかもしれないけれど、僕が行きたい場所は遥か高い場所にある。その高度にいい方向に流れる風があるかはわからないからね。あ、そっか。それでどの高度でも自由に動き回れるための推進力が必要になる。それをここで見たことがあったんだ。あった。
なそうなんですか？ああ、この推進器を僕の飛行装置に取り付ければ向かい風にだって進んでいけるよ。よかったな。これで俺たちの目的も果たせるってわけだ。目的？実はお母さんが今までに見たこともない毒を受けて、フェザリアの住むところに解毒剤を取りに行かなくてはならなくなったの。それで、その、早くしないと、お母さん。またこの子はすぐ泣くんだから。だってそうならないために頑張ってるんでしょ。だからね。確かに僕たちより科学や薬学に精通した彼らならば治療法を知っているかもしれない。わかった。僕の飛行装置で連れて行ってあげよう。助けてもらったお礼だ。やったね、ルイセちゃん。うん。一度僕の研究室へ寄ってくれ。そこでこの装置を組み込むから。